大リーグドジャースの大谷翔平30がまた新たな歴史的快挙を打ち立てた。11月22日日本時間大谷がナリーグ MVP を獲得したのだ。24年シーズンからエンゼルスより移籍したドジャースでプレーする大谷は今季54本塁打59盗塁で史上初の50から50を達成。 それだけでなくチームとして悲願のポストシーズン進出、さらにワールドシリーズも制覇した。エンゼルス時代も含めて大谷が MVP を獲得するのは2年連続3度目で、投手としての出場がなく、DH、指名打者、1000人での MVP 受賞は史上初だ。写真あり、お揃いブランドで登場した大谷夫妻。大谷の MVP 受賞は各局も大々的に取り上げ、 SNS でも新たな偉業を祝福する声が相次いだ。しかし、情報番組、朝市 NHK の取り上げ方が波紋を呼んでいて、22日8時15分から放送された同番組では、人気俳優の成田亮、31が生出演。主演を務める29日公開予定の日体共同制作映画、雨の中の浴場の撮影エピソードや、 成田のプライベートに関するトークなどが展開された。しかし、成田が趣味である山登りについてのトークを披露していた放送開始36分頃、アナウンサーがお話の途中なんですけど、ここで大リーグの MVP 関連のニュースをお伝えしますと話し、MVP 受賞を伝えるニュースに切り替わることに。その結果、成田のトークは約13分ほど中断されてしまった。再び画面が、 朝一の放送に戻り、成田も大谷の快挙を手をたたいて祝福していた。しかし、ゲストである成田のトークを中断して、大谷の MVP 受賞を伝えたことに X ではこんな声が上がった。大谷翔平は確かにすごいけど、今日朝一を見てる人は成田凌のトークを見たいんだと思うんだけど。ニュース速報テロップ流すならわざわざトークぶった切って緊急ニュース入れる必要なくない。 地震速報ならわかるけどわざわざ中断して大谷翔平流し始めたの意味わからん。MVP とかマジでどうでも良しすぎる成田亮さんのトーク聞きたかったのにさ。大谷ハラスメントってこういうことだよ。こんなのくじのニュースで伝えればいいこと。成田亮にも失礼だ。そんなの民放にやらしといて、成田亮の話が聞きたいんだよ。だから、大谷ハラスメントなんて言葉までできるんだよね成田亮 帰っちまうぞ大谷関連のトピックが連日報道される中、一部の間でたびたび持ち上がる大谷ハラスメント。最近でも人気テレビ番組の放送が休止されたこともあった。10月20日、ナリーブ優勝決定シリーズの第6戦が行われ、これに勝ったドジャースがワールドシリーズ進出を決めました。そして、同日夜に放送予定だった月曜から夜更かし、日本テレビ系、 といった人気番組の放送が休止されその代わりに試合が急遽放送されることになったのです再放送を喜ぶ声も多かったのですが元の番組を楽しみにしていたファンからはわざわざ番組休止してやることかといった声が上がっていました MVP 受賞については多くの人たちの関心が寄せられていたので NHK としても速報を伝えたかったのでしょうただ 朝一が放送された11月22日は成田さんの誕生日でもあり、心よく思わないファンも多かったと思います。スポーツ指揮者。